だよ。ツーボブのエブリバブル、レベルデザイナーのヨマサです。プログラマーのササイヘアです。プランナーのオカピでございます。今回もパズルボブルエブリバブル開発スタッフのメンバーと一緒に実際のゲーム画面を見せながらエブリバブルの最新ゲーム情報をみんなに伝えるね。そして今回は戸崎さんじゃなくてプランナーのオカピさんに来てもらったんだ。こっちの動画に出るのは初めてですね。よろしくお願いします。この前オカピさんにパズルボブルエブリバブルの開発スタッフに僕がインタビューしていく動画シリーズ教えてゲームクリエイターのプランナー会に出てもらったけど、今回紹介していく内容がオカピさんが関わってた部分が多いそうだから出てもらうことになったんだ。発売までいよいよあと約1ヶ月ということで、今回はゲームのやり込み的な要素を皆さんにお伝えできればなと思っています。今回も YouTube の機能で英語、韓国語、中国語の字幕が選択できるのでオンにしてお楽しみください。 Please use CC ボタン for changing subtitles as you wish。 今回もプレミア公開で動画を公開してるよ。リアルタイムで見てくれてる人も後から見てくれてる人もコメントや感想を気軽にしてくれると嬉しいな。よろしくお願いします。前回はストーリーモード内のスカルタワーについて発表したけど、今回もストーリーモード内での新しい発表をしたね。ストーリーモードではメインのストーリーとパズルステージの他に EX ステージがあります。 EX ステージは各エリアのメインストーリーを特定の条件でクリアすると解放されます。メインストーリーとは異なるストーリーを楽しみながらより難しいパズルステージに挑戦することができます。メインストーリーは泡だらけになっちゃったレインボーアイランドの平和を取り戻すお話だけど、 EX ステージはどんなお話が楽しめるの？エブリバブルのストーリーモードでは各エリアに1キャラクター順番に登場するようになってるんですが、そのキャラクターを深掘りするようなストーリーを楽しめますよ。メインストーリーはヨマサさんが書いてるって言ってたけどEX ステージのストーリーは？こちらも僕が思い切り書いてみました。やっぱりメインの後に EX を書いたからもう筆が乗ってるし、うん、メインもみんなの意見を聞きながらね。そうですね、はい、そうでしたね。そうなんですよ。某落語が得意なサザエさんとか学生時代ね、落語研究会にいたものですから、ね、ここはオチが甘いとかの意見をいただきつつですね叩いて磨いて、あとですね、もう教えてくれって出てきたからタノフィーさんにこういったストーリーにしても大丈夫かなと、バブルンこんなこと言うかなとかはすごく確認してもらってですね、はい、もう一番過去作から調べてくれたのが彼女だったので、そういったもうみんなの意見を聞きながら各キャラクター振り下げてみました。ぜひ読んでみていただきたいです。いい意味ではっちゃけてるというか、キャラの特性が出てるかなとは思ってますよ僕らも、うんうん、やった。メインのステージと EX ステージ全部合わせると何ステージあるの？全部合わせると270ステージ。70ステージあります。そんなにあるの？それにプラスしてエンドレスなスカルタワーのステージが難易度3段階あるって、それも含めると273ステージですね。さらに言うと1人プレイで遊ぶ場合と2人、3人、4人と複数プレイで遊ぶ場合とではステージの大きさやバブルの並びが少し変わってくるステージもあります。なので実際のステージ数はもう900近くあるとも言えると思います。一人でプレイする場合でもコンピューターを入れることで多人数プレイを楽しめるので、複数で遊ぶとどんな風にステージが変わるのかぜひぜひ試してみてください。全ステージクリアを目指して頑張ってみてね。あとはやり込み要素も新しく発表してたよね。各エリアをクリアすると対戦モードで使えるキャラクターが解放されていくことはすでに過去の動画でもお伝えしているんですけれども、他にも特定の条件をクリアするとお供キャラクターって言われるもののミニルンですとかチャックンの衣装、あとはステージの楽曲なども解放されていきます。どんな衣装があるの？それは直接見てもらった方が早いかなと思うので、実際のゲーム画面を見てもらいましょう。ゲーム内では思い出アルバムというすでに解放されたキャラクターや
お供キャラクターの説明を見たり、ステージ楽曲をじっくり聴いたりすることができる場所があります。どこにあるの？こちらの歯車マークのところがオプションになっていまして、ここから見ることができます。キャラクターのアルバムはそれぞれ誕生日や好きなもの、嫌いなものなどの簡単な説明が見ることができるんですね。でまずそちらの画面、この思い出アルバムを見ていきます。でキャラクター、お供とか音楽とかいろいろあります。かわいい。サザヘアさん、どのキャラクター見たいですか？個人的にはちょっとウールンのこと知りたいですね。 OK です。じゃあ、はい、ウールン行きましょう。僕も知りたい。こんな感じのことがウールンは書いてあります。おー、誕生日とかもあるんだ。4月2日だったんですね。そうですね、確かに。次にボイスも確認できるので、ちょっとボイスも鳴らしてみましょう。聞きたい。こんな感じの声になってます。かわいい。かわいい、いい声ですよね。かわいい。でバブルンも合わせて見ていきましょうか。見たい見たい。バブルンもこのような形で紹介しています。おー、フルーツ、フルーツだ。絶対フルーツ好きでしょ。大好き。そうね、間違いないね。では次にお供のキャラクターの方も見ていきましょう。こんな感じで解放されていくと見ることができます。じゃあ岩政さん、この辺のキャラクターというかチャックンで見たいのありますか？ちょっとウールンつながりで、この羊チャックン見たいですね。わかりました。可愛いですね。こんな感じになってますね。デート中に恋人に買ってもらった流行の服だそうです。リンゴタウンといえばね、ウールンの街です。いる街だからデートにきっとぴったりなんだ。うんうん。おっと言いつつ、しらしらしいんですけど、この辺り書いたのは僕は確かに。シナリオの後にオカピさんがこのキャラクターここで解放しようとね、設定してくれたんですよね。その設定もシーンとバッチリ合ってたから筆も進みました。ありがとうございます。なのでこういった衣装もストーリーとかと絡んでいるので、ぜひゲームを進めていただいて、ストーリーを解放していっていただければなと思っております。あ、ミニルンもいるんですか？ミニルン、どうします？見ちゃいます？お楽しみにせずに、じゃあミニルンも見ちゃいましょう。ごめんね、いえいえ全然。ミニルンもこんな感じで、わー、かわいすぎる。かわいい。ミニルンカー、ミニルンカー見ますか？ミニルンカーかわいいっすね。これこれだけでしょ。かわいい。時速4キロだそうですから。ゆっくり走りますね。ゆっくり、もうかなり安全。徐行も徐行ですもんね。次に音楽の方もありますので、レインボーアイランドの風景を実は見ながら音楽は聴くことができるんですね。はいはい。このようにたくさん入っております。じゃあちょっと1曲選択してみましょうか。で今ゆったりめな音楽が流れているかと思うんですけれども、この音楽切り替えっていうところで音を切り替えていただくと、このような形でちょっとアップテンポというか、曲調が変わります。変わりますね。でもこぶっちゃけるとやばい時の曲だから、バブル迫ってるイメージしかもう僕にはないですね。ノリノリだ。そうなんですよ。でこの辺はね、土屋さんがすごくこだわりを持っていただいていて、山田さんその辺のエピソードあるんですよね。そうなんですよ。他のインタビューで、音符的には一緒だけども、テンポと楽器と変えて、もうすごく盛り上がるような、急いで処理しなきゃいけないような、こっちのテンション上げるような曲調に変えてくれてるんですよね。ただ単に普通の曲が速くなっただけじゃなくて、どっちも曲として完成してるので、すごいな、すごい世界だなと思います。そういう意味で言うと、この一つの中に2曲だとか入っているケースがあるので、ぜひ一曲一曲聴いていただいて、でこれも当然いろいろと条件を満たさないと見れないので、ぜひ全ての曲を聴くために頑張っていただければなと思っているといったところですね。それじゃあ実際に解放されたお供キャラクターを使いながら EX ステージをちょっとやってみない？やってみたい。難しいって言ってたけど頑張るぞ。よっしゃー。の前に、この動画がいいなーって思ってくれた人は、チャンネル登録や高評価を今のうちにしてくれると嬉しいな。よろしくね。それでは早速プレイしていきましょう。やろうやろう。皆さんキャラクターを選んでください。はーい。はーい。やっぱり僕はバブルンかよ。いろいろと揃ってるんで、アイテム何にしようかな。大丈夫ですよ。これ、かわいい。この前参加した、あ
エボで大人気だったこのデザイン。お供どれがいいかな。かったです。みんなはミニルンの方が多い。じゃあ俺はチャックンで、ミニルンカーにしよう。あ、来ましたミスチャックン。知る人する対等キャラ。裏面は、はい、勢いよくガーって遊ぶステージもあれば、ちょっと頭使うと速いステージもあるので、はい、まあ100万一気に近づですね。やってみましょう。やろうぜ。どんな感じだろう。気合入れてやりましょう。うぃー、来た。うわ、バブルがいきなりいる感じ多いんですけど。3 のような。ちなみにあの一番上にチャックいるから、あの子だけ助ければ。なるほど。なるほど。でも滝山周り、とりあえずどんどん消していこう。あ、落ちては来ない。その代わり導火線みたいなのがバチバチなってますね。なるほどなるほど。これあれです。そうそう、制限時間制のステージです。だから考えつつパズル性高いよステージになってますね。うまく全部を消すんじゃなくって、あの子まで届くルートを作るイメージで。了解です。しっかり考えて投げないと。いいですね、ブランクバブルは。あ、ごめん、よけようとした。あ、大丈夫、ここチャックンまで遠いな。あ、そうね。じゃあ僕のこっちは多分いけそうっすね。右いけそう。右いけそう。あ、落ちた。左もね、僕の視覚でいけそうです。なるほど。僕は周りの邪魔なバブルを消していこう。 お任せやれ。あ、届く。あ、届く。届け。届かなかった。気合だけではダメでした。あと一撃。責任重大。時間が。責任重大。これ責任重大。責任重大。来ました。いや、僕が外さなければ。俺が。いけん。あー、やばい。ちょっと待って。待って。もう一回無償撃で。右側やりました。待って。オッケー、任して。岡部さん。そう、ありがとう。やったー。やったー。俺は信じた。溶けたから、うんうん、それはいくらできればね。よし、じゃあ次岩本さん決めていきましょう。これが EX の難度です。星3を目指してね、みんな。ただ星1クリアだけでストーリーは読めますので、はい、これだけでもみんな楽しんで書いてください。 あとあのとんがらしマークは本当に難しいステージになってます。次行きましょう。ガンガン。じゃあね、2の1あたり雰囲気がちょっと難しそうに見える。そうですね。わー、ミニルンというか、ちょっとさっき頭使いすぎたんで、ここはもう爆弾で気持ちよく視点がある。どこどこ行きましょう。どこどこ行って大丈夫。爆弾手に入れた人はごめん、どこどこ行くより、この厄介な結構パズル要素高いじゃん、ここも。あ、そう、うまい。こういうところの、そう、あの、ややこしい、やばい、視点を、左渡して、爆弾をゲットした。うりゃ、あ、でもあんまり、よかった。左、あそこ、おいおい、視点にぶつける感じで爆弾を撃っていってくれると、これがね、これなんとかなったんじゃない？あ、これ星さんいけるんじゃない？頑張りましょう。結構早くクリアできそう。きっとね、星さんクリアとかが。あ、いい。残り。これどうしよう。きたー。やったー。星さんクリア。クリア。これきっと星ためるでいいことありますよね。もちろん。もちろん。もちろんそうですよ。よし。いいことありますよ、星ためると。次いきます？じゃあね、皆さん今、アクション、だいぶ激しくやったんで、頭の方使ってみたくないですか？頭使っていきましょう。今まではだいぶ反射神経必要でしたが、じゃん。かなりシンプル。レディー、ゴー。はい、これはまず岩が消せないので、はい、あ、いいですね、手に入れましたね。で、多分ちゃんとしたところに打たないといけないですね。そうですね、したところがどこなのか。まずは、明確なミスですね。合っていたのか。まあ、何発かインクあるんでね、うまく塗っていけば。岩の上を測り揃えないとダメなんだね。よしよし、塗れた。まさに俺だった。まだ左にインクありますよ。で、あー、なるほど。自分が持った2つ以上取ったら、まだ持ってない人にスペシャルバブル回ることもあります。あ、うまい、これいけるんじゃないの？これですか？あの、あれですね、左上の バブルが持ってるやつ、多分左のあそこに。オーケー！ナイス、バブル。でも、最後、コロンちゃんが、いけるのでは？置き換えて、壁で、
惜しい。これは入らず、どうやってもダメか。こういう時にはですね、いいボタンがあってですね、なになにプラスボタンを押すとですね、押してみてください。はい、あ、そういうことですね。リトライしましょう。いいボタンってそういうことですね。リトライか。仕組みは分かりました。もう一回できてみまい。よし、じゃあちょっとこのバッチの季節を踏まえて、OK、ればいいんですけどね。あそこを塗るために、みんな、いない？ちょっと飛び出したな。ちょっと待ってください、インディ4つあるから、ちょっと待って、4人目一気にいける。はい、これを塗ってください。ダーン、OK、 あそこが難しいんだよね。あそこ難しそう。ちょっとそれを踏まえて、あの隙間に通せば。あ、ちょっと早かった。ダメか。僕が持ってるけど、こっからじゃ無理だな。もうダメージだね。うわ、クリアできない。いいですか、死んでいいですか、みんな。うわ、こぼしました。さすがメインプランナー。もうこれでいきますね。あ、なんか出た。あ、そうですね、これお助けリトライ、これ用意したんですよ。行こうよ、今回は。はい、お助けリトライにしましょうか。お助けリトライにしよう。星一つみたいだけど、助けて。こんな厄介なせいでも少しだけ救いが。ガイドが長い。おー、ガイドがだいぶ違いますけど、ガイドが長いだけで進化。さっきのとこもいけるんじゃない。それでよし、じゃあみんなおのおのこれでね、一人一人塗ってね、水に塗っていきましょう。僕からはね、こちら塗るんで、ここ塗ります。よし、今度はクリアするぞ。すごいわかりやすい。あるとこないと、でも全然違いますね。ここ塗っちゃうね。クリアできそう。もう入れてんじゃん。ここ。よし。オッケーですね、これ。塗れた？あ、もう塗れてる。あれ、大丈夫そうです。あのね、なぜかというと、チャックンさえ助ければいいから。そうですね。じゃあ起動しますよ。はい。お願いします。やった。気持ちいい。クリアできましたね。でもこれで進めていけばストーリーも見れるんですもんね。そういうことです。はい、こんな感じで EX ステージも楽しんでみてください。また表とは違ったじっくり遊べるあのノリになっておりますので、そう簡単には飽きさせないぞ。だってこの辺すごいね、テストプレイもしてくれたもんね。はい、テストプレイ頑張りましたよ。今回はガイドを使って、でも1回は解いた方がいいし、星1で解いてもストーリーだけはね絶対読んでみてほしいので、あとガイドで使って解いたら、次はねバブルこうやればいいんだっていうのが頭にあれば、自分の腕でもきっと解きやすいから、ぜひ星様取ってほしいのと、星を貯めるとオカピさんが仕込んだいろいろなものが手に入るかもよ。いろいろなもの、まずは星1、最後に星さん狙いで遊んでみてください。今回は EX ステージや思い出アルバム、細かいやり込み要素についてみんなに見てもらったけど、どうだったかな？発売までもうすぐあと1ヶ月というところまで迫ってきてますから、動画を通してエブリバブルについてこれまでいろんなことを皆さんにお伝えしてきました。過去の動画をまだ見てないという人はそちらもぜひ見てみてください。日本版の方は通常版やサントラ付き版のサンプルがこんな感じで出ています。全39曲ですかね。はいはいはい、多分入ってますね。土屋さんの魂こもってますよね。こちらは早期購入特典のスイッチで遊べるスーパーファミコンのパズルポブルもついてくるので、ぜひお早めに予約していただけると嬉しいです。ぜひそこも遊び比べてもらえると嬉しいですよね。はい、そして欧米版ではサントラ CD やアートブック、その他いろいろなグッズがついた数量限定のコレクターズエディションもあります。このバブルンとボブルンのぬいぐるみがついたスペシャルバージョンもあります。これいいですよね。これが手に入るのね。いいな。真ん中のチャックになんかあるらしいよね。そうですね、フェース握れるおもちゃみたいな。なるほど。ステッカーはもう何に貼ってもいいし、マニュアルも読み応えあり。そう、アートブックだ。へえ。
アートの人たちがすごいねこだわっていたんで、デザインもそういったところが垣間見れるかもしれないですよ ね、 そうでしょうね。ポスターリバーシブルと書いてあるのではないのか、本当豪華ですよ ね、 豪華ですね、めちゃめちゃ豪華です。全部が詰まる外箱が、あの厚さがもう嬉しくないですか。あ、そうですね、海外のゲームってこのデカさが本当に嬉しい。欲しくなりますね。ザ・特装版って感じですね、いいな、いいな。ストリクトリーリミテッドゲームズさんのサイトから予約ができます。欧米からだけではなくて、アジアや日本からも予約ができるので、ぜひチェックしてみてください。あんだけ内容ね充実してたら、欲しくなりますね。今回の発表やエブリバブルについての感想などのコメント、動画への高評価、 SNS などへの拡散どんどんしてもらえると嬉しいので、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあまたね。またね。バイオンパー。